類外の世界忘れてる説。どうも、メッセンのセト、ハルキと、モッチと、レイ。まあ今はね、自粛中なんで、なかなか外に出る機会がね、少ないと思うんですよ。はい。なんで、まあ、普段ね、見かける何気ない標識とか、その企業のロゴとかね、普段はわかるんですけど、もう今自粛中だからもう忘れちゃってんじゃねえかっていう、確かに。のをちょっとね、クイズ形式でやってみて、検証も兼ねてやっていきたいと思います。確かにな。セブンイレブンのロゴとか覚えてる？お前。いやー、わかんないな。働いてるけどさ。いや、むずいよ。ロゴって結構ね、働いてるとこでもむずいもんだよ。確かに。全く覚えてない。まあ、ちなみにですね、その回答形式として、まあ、こちらのフリップにですね、絵を描いていく形式なんですけど、まあそうですね、多分ぴったりまではいかないんですよね。あ、さすがにな。ぴったりまではいかないんで、ちょっと似てるなと思ったら、まあ正解にします。はい、じゃあもうなんか幅は広いということで、そうですね、まあ、僕のさじ加減って感じで、あー、OK です、いきたいと思います。はい、はい、というわけで今回は人類外の世界忘れている説です。やっていきましょう。はい、全5問です。はい、じゃあまずちょっと簡単めのやつからいこうかなと。はい、第1問。はい、皆さん CAN DO ご存知ですよね。はい、聞いてがありますね。キャンドゥのですね、この真ん中に、なんかあった、何があるか、ロゴの、いや、わかる気がする、わ、はいはい、かる気がする、はいはい、これ編集出しますか。出します。ハテナついたやつを、あ、画像にってこと。はい、まあ、こうですか。あ、そう、これが見たかった。うわ、全然違う、思ってたのと違う。いや、あ、じゃあ違うわ。うわ、危ね。ちょっと俺、じゃあ、総括はちゃんと乗っとるわ、それに。はい、できました。はい。はい、じゃあ、レイ。キャンドゥ。おー、その筋もあった。違います。いや、これでしょ。なって思った。いや、その、お前。は？切れそう。キャンドゥ舐めてるよ。いやいや、キャンドゥ100均だから。キャンドゥがこのダッセーデザインしねえよ。黙れ。はい、じゃあもちくん、僕この CAN DO って書いてないですけど、はい、そこの部分だけ書きました。はい、なんかこういう葉っぱみたいな。いやいやいや、はいはい、そんな葉っぱ、こっちの方が100里ある。いやいや、こんなんだった気がする。あのね、CAN DO はね、おしゃれ100均なんですよ。これダイソーなんですよ。ダイソー、確かにダイソーかな。ごめん、正解もらいます。はい、はい、はるき、 CAN DO。あー、確かに。そう言われたらそうだ。塗りつぶしされてる星なんですよ。あー、なるほど。あー、オレンジかな、オレンジかな、聞いて言えば。そう、オレンジっぽかったなー。ぽい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 。うわ、絶対これなんですよ。正解ははい、こちらでーす。やっぱりなー、やっぱりそうなんか。よいしょよいしょ、マジかよ。うわー、第2問。はい、こちらはね、画像ちょっとお見せできないんですけど、標識の問題です。よし、歩行者専用通路の標識の絵を描いてください。これね、え、やばすぎる。歩行者専用、歩行者専用です。免許持ってるやつ有利じゃない？それな、なんか、な、あんじゃないの？でも、みたいな、街歩いてたら、まあね、普通に専用、歩行者専用でしょ。もち、はい、ちょっと僕絵下手くそです。なんかこんな、なんか女の人と男の子が手繋いでる絵みたいな。一緒です。あ、そう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 、女の人と男の子。まあなんか、まあ、女の人、大人の、大人と子供がこう、まあなんか並んでる。俺は女の人だと思ってちょっと髪の毛長くしてみたりとかして。俺も女の人はよく被ってるサンバイザーです。なるほどね。違います。え、じゃあレイ、こちらです。あんたがそんなのあったっけ。あったっけ。あったあった。自転車が書いてある。そう、それもね、思ったのよ。自転車がある方、チャリ書いてあるんだなって思ったけど、でもそれは歩行者専用のやつかっていう。で、丸です。丸標識だった。あ、丸だった。青丸、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 そう、青台形でもない。優先形は青丸です。あ、いきますか。はい、頼む。正解はこちら。お、近い。これはですね、女の子と、ま、お父さんみたいなその立ち位置です。ちょっとこれ褒めてほしいのがさ、うん、くしくもサンバイザーが当たっているという。サンバイザーに当たってるんですよ。だからね、ここが俺はどっこいどっこいかなって思うんですよ。そう、形はだってこっちだもん。丸だから。どっちも1ポイント。やったー。あれ、こんなんねえぞ。第3問。はい。自転車および歩行者専用通路の標識を書いてください。えぐ。さっきのやん。さっきの、それ。で、これ一番近かった人を1ポイントにします。だから配置とかもね、大事ですよね。そうだね。配置、大きさ、
どんな、絵か。じゃあ、はるき。はい、こちらです。まあ、そうだな。それ経験に基づきですね、人をふにゃふにゃにしました。はい、あー、いいじゃないですか。ちゃんと。で、片方はちゃんとあの帽子をね、かぶって。ちょっとやることによって、こう、リアリティが増すっていう。で、さっきレイがね、ヒントくれたんで、そういうなんか優先権は丸だったです。なるほどね。うわー、右下かー、チャリ。そう、右下パターン。そう、右下パターン。ぽい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 。じゃあ、モチ。僕、まるで右上にチャリで左下に人サイズ感、絵がかす見えんよ、これは。いや、でもまあ歩いてる人チャリじゃん、わかるじゃん。いや、まあギリわからん、これは。まあ言ったことはわからんでもないよ。じゃあ、レイこちら。おい、右上わかない感じしんだわかない感じ。もう、この配置勝負で配置勝負。いや、でも右上にチャリが来てたらもう勝ち、俺ら勝ちよ。手繋いでない。いいだろ。いいだろ。正解は、こちら。うわー。あれ、金ちゃーん。まんま。やば。やばい、こいつ。ちょっとよくわかんないし。俺もよくわかんない。これはもう一生過保にしまーす。第4問。はい。まあ、渋谷とかに行ったらですね、タワーレコード。はい、あると思います。よく行きます。よく行きます。はい、年に2回ぐらい行きます。そう、よくでもね。で、あのタワーレコードのロゴ分かりますよね。ああ、もちろん。まあ、うわ、怪しいな。わかんねえ。タワーレコードのコンセプトというか、ちょっと決め台詞みたいなものが、はい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 、ついてるんですね。こちらは何でしょう。わかんな。あざっす。こちら、あざっす。うぜえ。うぜえ。こちらにね、あるロゴがついてるんですね。うわー、わかるわかるわかる。サービスしてない俺に。分かってんだけど。いや、これ当たんなかったらね、それぞれ入れてるミュージックアプリ消してほしい。なんでだよ。角度もういいです。全くわかんねえ。一番自信ないもっちくん。はい、これです。スポーティワイじゃねえかよ、お前。なんじゃこれ。あの、敵だろ。ディスクね、人がこう回してるアカウント。レコード、そう、レコードでチクチクなやつ。いや、待って、怖くなってきた。じゃあ、レイ。まあ、定番の、ノミュージックのライ。一緒。来ました。来ました。来ました。正解は、はい。こちら。うおー。ノーミュージック、ノーライフです。こうなってんだ。まあでも言っちゃった、なんか大口を叩いてた割にはなんかちょっとなんか違う。これはね、まあ文言は合ってるんでね。そうだね。ちょっとなんか正解に抗議正解抗議抗議抗議させろ。レイと俺の違いはな、はい、いくつかある。まず俺が踊っている点、うん、丸がないところだ俺が、はい。だが、このピリオドはない。しかも、俺は全部大文字だ。でも丸はないですよ。いや、この外側に丸がある。俺の気持ち。あ、ズルしてる。どうですか ?1.0.5! よいしょー、嘘。最終問題、はい、全問正解しまーす。こちらですね、当たってる割合というか、うん、マジで一緒だなって思ったら、5ポイント差し上げます。よし。1から5ポイントの振り幅で、なるほど、見てたらポイントを差し上げます。一度によって点が変わるタイプね。そうです。うわー、5点もらうは悪いけど。なんだそれ。そして問題は、セブンイレブンのロゴをお書きください。もういただきました。でもこれは分かんないけど、俺が一番有利。これはでもやばい、やばい、めっちゃストレス。これしか思いつかない。思い出したくない。あって、なんか今書いたらこんな感じな気がするわ。ちなみに今何点だっけ、レイは。 0.5 4点1点おー4点ってやばいよ。ちなみにくそー、昨日セブンで買い物しくばよかった。じゃあ、はるき、こちらです。ポイントはですね、ここのセブンの文字のここブロッキングされてるんですね。うわー、多分カラーが3色使われると思うんですよ。赤、緑、オレンジで多分分けられてると思うんですよ。いや、こんな気する。そんな気するわ。てか、これでもなんか納得できちゃう。納得するわ。じゃあ、レイ。セブンイレブン。おーい。スロットマシンのやつ。いや、でもこれじゃないかなと。じゃあ、コンビニ店員のもちくん。はい。セブンイレブン。うぅ。
を見てる、まあまあでもちょっと雑然やっちゃったけど、まあここをちょっと丸みを帯びた感じで、外側がちょっとなんつうのかな、緑っぽい感じの、確かに、いや、わかんない。で、ここの文字は絶対オレンジだった、確か。これがちょっとわかるわ。こういう感じだった気がするんだよね。なるほど。レグは手前、でもね、裏だった気がするんだよな。どっちですか？重要ですよ。え、これでも表に書いちゃったからもう表でいいです。でも俺は裏な気がするなって感じ。正解ははい、こちら。おお、上じゃん。上だ。あ、なんで上か、これは。お、もはや。丸じゃない。これね、一回ちょっと審議入らせてもらいます。おぉ、来たわ、四角。やったあー、確かに。ハルキのね、ちょっとね、ロゴもね、ワンチャンだって思ったんですよ。コンビニの、まあ、これ、ロゴはこれなんですけど。うん、上のね。また、この数見ればわかるから。あー、でもまあ。こうあって、横のなんか、寂しい感じで三本線みたいな。なるほどな。ちょっとむずいな、ポイント。ロゴなのかっていうとこじゃない。レイはまず1ポイント。え？終わり？終わりです。四角。積み重なるとかじゃなくて。四角と7。まあまあまあ。最低限。あれちょっとなんか不正してない？何してる？なんか裏だったのに表にしてる。いいんですけど。うわ、これむずいな。もち4点。うわ。マジか。でこ。丸じゃなかったらほぼ正解。そうだよね。はるきはじゃあ2点。2点。おお、でもえ、これ2点なんだ。2点で。ブロッキング弱。ブロッキングすごい。ブロッキング弱。じゃあ今合計得点は1.5。5点。6点。おお、優勝はるき。もっと上を向いて歩こう。